ジベレリン酸、または、ジベレリン A 酸は、植物ホルモンの一つ。化学式は、C19H22O6。白、または、炭鉱色の粉末で、エタノールにかよう、水には少し溶ける。ジベレリン酸は単純なジベレリンで、細胞の成長と身長を促進する。ジベレリン酸は少量で使われ、植物の分解、腐敗、成長に作用するが、 いつかは植物に体性が発現する。ジベレリン酸は、下水分解酵素が高度されている、メッセンジャー RNA 分子を生産し、種子の発芽の細胞を刺激する。ジベレリン酸は天然に産出する中では強力な、植物ホルモンである。ジベレリン酸は成長の調節には、超低濃度で使用される。一方、高濃度だと、逆の作用を示す。通常は、 0.01から1 0ラム l の濃度で使われる。1926年台湾、総督不能実試験場の黒沢栄一が、稲葉かなえ病菌に着目。の代謝生産物に稲を新調させる作用があることを、発見し学会に発表。ジベレリンが発見された。1935年、黒沢栄一より株を分与された、矢蓋貞次郎が、 黒沢の研究を引き継ぐ形で代謝副産物から、ジベレリンの単理に成功、命名者となった。稲バカなえ病とは感染した稲が普通のものより、非常に高く成長してしまう病気である。ジベレリン酸には、茎の加速の促進、細胞分裂の促進、種子の発芽の誘発の作用を持つ。1938年、ヤブタ、スミキユスケにより、ジベレリンが、 結晶化された1954年、イギリスのグローブらの研究グループが、ジベレラ・フジクロイの培養液から、新規ジベレリンを発見し、ジベレラック・アシッドと命名した。1955年、アメリカのストドラらは、新規ジベレリン、ジベレリン X を管理した。サンプルを交換して調べた結果、ジベレリン X は、 ジベレリン酸と同一の化合物であることが明らかになった。1955年、ヤブタラが以前結晶化したジベレリン A は、ガ1、ガ2、ガ3の混合物であることが明らかとなった。1956年、クロスラによってジベレリン酸の構造が推定されたが、後に訂正された。ジベレリン酸は、実験室、または、 ビニールハウスで休眠中の種子の発芽を促進するために時々使われている。また、ブドウ栽培産業においては、遺憾束を大きくして、大きなブドウを作ったり、種なしブドウを作ったり、さらにサクラんぼの成長調節などに広く使われている。ありがとうございます。